野口英世は1876年明治9年の11月9日福島県の猪苗代湖に面した歩数32家内三つ葉村に父佐之助と母鹿の長男として生まれ製作と名付けられました。野口家は代々広い原発を持つ農家でしたが、製作が終わり2代前から男の物理に連絡せず電波を失い大変貧しい生活をしていました。父の佐之助は野口家の6年野口家の一人娘だった母鹿は幼い頃から子守りなどをして学問で身を立たせるため小学校へ入学させる決心をします。鹿は貧しい暮らしの中で学費を工面するために今まで以上に働き、冬の農閑期には雪の中峠を越える荷運びの仕事も引き受けました。1歳になった成績は三つ葉小学校に入学します。はじめは貧しい農家の子の子と不自由な左手をからかわれいじめられました。中学の時に先生が友達から離れますけどね、ついた指を切り離す手術をしたんだ。指が左だった。